レニングラード写本レニングラード写本は、ティベリアのマソラ本文によれば、出版された、完全体のヘブライ語聖書の最古の写本の一つである。マソラ本文の著者記録によると作成は1008年となっている。レニングラード写本より、アレッポ写本の方が、最古の完全体の写本で数十年古いとされた、こともあったが、 1947年以来、アレッポ写本の一部が紛失し、レニングラード写本が、今日まで無傷で現存している、ティベリアのマソラ学者による最古の完全体の写本となった。近年、レニングラード写本は、最も重要なこととして、ビブリアヘブライカ及びビブリアヘブライカ、シュトゥットガルテンシアのヘブライ語本文として複製された。また、 この写本はアレッポ写本の紛失した部分を埋める第一資料として学者たちに用いられてもいる。レニングラード写本本文の見本レニングラード写本中に発見された聖書本文にはティベリアボインフやアクセント記号が付け付いたヘブライ文字が載せられている。加えてその欄外にはマソラ注釈が掲載されている。さらに 本文上及び言語学上の詳細な点を扱った技術的なホイがいくつも載せられており、その多くが幾何学模様で描かれている。レニングラード写本は、洋皮紙に書かれており、比較で結びつけられた。レニングラード写本の聖書各所の配列は、ティベリア系本文の不分率に沿っている。その不分律は、広大のイベリア系聖書写本の不分率とも一致する。 聖書各所の配列は、ほとんどのヘブライ語聖書と比較して、ケトゥービムの書が顕著に異なっている。レニングラード写本では、ケトゥービムの配列が、歴代史、紙編呼ブ記、新言、ルツキ、ミヤビカ伝道の書、エステル記、ダニエルガキ、エズラ・ネヘミヤ書となっている。レニングラード写本は、千年もの間、異例の手付け数状態のため、 中世ユダヤ芸術の一例をも提供してくれる。そのうちの16枚には本文の数節を解明する装飾的な幾何学模様が描かれている。署名ページにはその両隅に書士の名とともに星が描かれており、中央には祝祷文が書かれている。レニングラード写本の出版記録によると、この写本はアロン・ベン・モーシェ・ベン・アシェルが作成した手書き書。 回路でで写したものであるこの写本には、ベンアシェルの写実で制作されたと書かれているが、ベンアシェルが写本を見たという証拠はない。マソラ学者の写本としては異例なことに、シーインアザ、ボイン符号、マソラ客中を同一人物が手掛けている。レニングラード写本は、アレッポ写本は別として、 ベンアシェルの伝統に最も忠実な手書き書きであると考えられている。修正箇所や削除箇所が多数あるので、モシャ・ゴシェン・ガッチティンは、ベンアシェルの文体に従っていない既存の文書が、ベンアシェルの文体に相うべく多くの修正を加えられたのだ、と主張した。今日、レニングラード写本は、フィルコビッチ B19A と名付けられ、ロシア国立図書館に保管されている。 元所有者は、辛い派のコレクター、アブラハム・ヒルコビッチで、彼は、どこで写本を入手したのかを、自分の著作には書き残さなかった。写本は1838年に、オデッサに移され、後に、サンクトペテルブルクの帝国図書館に譲渡された。レニングラード写本は1863年以来、サンクトペテルブルクのロシア国立図書館に、保管されていることから名付けられた。 ロシア革命後、学者たちはこの写本を、レニングラード写本と解明した。道図書館の要望で、ソビエト連邦の崩壊後その都市の元の名が復活した、後でさえ、レニングラードという名は留められた。元来、この写本は、ペテルブルゲンシス写本、または、サンクトペテルブルク写本と呼ばれていたのである。1935年、レニングラード写本は、 ライプツヒ大学の旧約聖書セミナーに2年間貸し出された。その間、ポール・イー・ケールはビブリア・ヘブライカの第3版のヘブライ語本文としてその副写を監督した。その版は1937年にシュトゥットガルトで出版された。この写本は1937年に出版されたビブリア・ヘブライカ・シュトゥットガルテンシアでも用いられ、 その改訂版であるビブリア・ヘブライカ・クイーンタでも用いられることになった。ティベリアのマソラ学者による独自の作業により、レニングラード写本が用いられたのが、他のヘブライ語写本がビブリア・ヘブライカまでの以前のヘブライ語聖書で用いられるより数百年ほど早かった。ウェストミンスター・レニングラード写本は JR ・アングルーブズ・センターが ウェストミンスター神学研究科の上級聖書、研究用に保存したレニングラード写本のオンラインデジタル版である。この写本は BHS の拡張電子版であり、さらなる構成、修正がなされている。このオンライン版には複写した注釈や配列を分析するためのツールが含まれている。ザ・レニングラードコーデックス・ a f a c c i m i l エディション エイド、DN ・フリードマンが便利である。レニングラード写本は、以下の重要な二つのヘブライ語聖書ユダヤ版の土台となっている。しかし、わずかなマソラ本文の詳細のため、イスラエルとユダヤの学者たちは、アレッポ写本に基づいた、現代のヘブライ語の版に、顕著な好みを示している。これらの版は、 1947年に紛失したアレッポ写本の破片を復元するための最重要資料としてレニングラード写本を用いている。ありがとうございます。